どうも皆さんこんばんは。こんばんは。始まりました。みんなの街の投稿事件簿ということで、はい。よろしくお願いします。今回は七不思議のモーモーと、はい、この横には築地の健吾くんが。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。事件もね、はい、何度も何度も繰り返しておりますが、はい、ね、今日ちょっと事件というかね、事件でもないんだけど、はい、まあちょっとした恥ずかしいエピソードみたいなのがあったんですよ。え？あの、はい、この撮影に出るんで、はい、自分のお家をね、はい、まあ、出た直後ですよ、はい。僕が通ってた幼稚園っていうのが、ね、私立なんですよ。あ、なるほど。私立の、いわゆるカトリック系の、はいはいはい、いわゆるミッションスクールみたいなのが近所にありまして、はいはい、まあ、要は僕はちっちゃい頃、その幼稚園だけカトリック系の、幼稚園に通ってたんですよ。あ、なるほど。で、自分の家の近所にあるから、はい、先生とかがよく通るんですよ、家の前とかを。で、はい、その先生っていうのも普通に、まあ、このエプロンつけて、はい、生徒にいろいろ教えてくれる先生もいるんだけど、はい、いわゆるカトリック系なんで、はい、ちゃんとしたシスターとか。ああ、なるほど、はい、本当にこういうなんていうの、はい、修道女みたいな格好して、はい、頭になんかつけて、はい、その格好で近所とかを、まあ、ちょっとしたスーパーに買い物行ったりとか、はい、俺の家を 前通ったりすると、はい。で、俺が今日出た時に、うん、本当に自分がちっちゃい頃に、そこで働いてらっしゃった方、まだ勤めてらっしゃって、あー、すごい。顔見知りなんですよ、ちょっと。あー、なるほど。で、すごく久しぶりにお会いしたから、あ、こんにちはって言って、はい、わー、お久しぶりですって言っても、もう10年ぶりぐらいなのかな、まあ、近所で会うことあったけど、なんかお話する機会がなかったので、はい、お久しぶりですって話していて、で、向こうは、だからさっき言ったようにカトリックのシスターですよ。はいはい、で、あ、どうもーって喋り終わって、はい、ね、また、じゃあまたーって言ってバイバイってなった後に気づいたのが、僕この T シャツ着てたんですよ。サタンキャットって書いてあるんですよ。いや、俺これね、すごい好きだから、逆五芒星だし十字架は逆さにしてるし、これ冒涜は華々しいですよ。そうだから、あ、やべえ、なんて思っただろうと思って、カズト君はアンチキリストになってしまった。そういうわけじゃなくて、ってことを今ね、言いたくて、ちょっと、それの報告だったんですけどね。心が広いですね。いや、そうそう、本当にね、多分何も思わずね、はい、多分聞いてくれたと思うんだけど、なんかよくよく見たらあれだったなってちょっと思ったっていうね、お話でございましたけど。プチ事件ありつつも、はい、皆さんからの事件もたくさんいただいてありがとうございます。はい、投稿事件をお届けしましょう。よろしくお願いします。まず、タヌちゃん。タイトルが銭湯で…ということですね。40数年前のことだと、はい、仕事で訪れた鹿児島での宿泊先がちっちゃい旅館だったそうです、はい、で、そこが1階が銭湯になっていて、まあ、お風呂はその銭湯を使ってくださいということだった、はい、まあ、普通の銭湯なんですって、はい、で、まあ、近隣に住んでる方々とかも、ご近所の方々も使う、そこを、はい、まあ、タヌちゃんも使ったと、はい、夕食の後、その銭湯の女湯に入りました、はい。体を洗い、湯船に浸かり、ふと見ると親と思ったと。一人のおばあさんが、しゃがんで壁に向かって、壁を拭いているかのように、手を動かしている。脱衣場との出入り口のすぐ手前、男湯との壁の境、男湯との境の壁ですと。何してるんだろうと思いながらよく見てみたら、はい、おばあちゃんの前の壁には、はい、女湯とお得意を行き来するためのものと思われるちっちゃい扉があったと、はい、その扉が開いていて、向こう側にですね、男湯側に背中が見えると、はい、おそらくその背中っていうのはおばあちゃんの旦那さんで、はい、その扉越しに背中を流していたと、私の他に数名の女性がいましたけど、みんな気にする様子もなく、まるでいつものことのような空気でした。びっくりしました。だけど平和だなというか、微笑ましいなというか、なんだかなと、なんか微妙な気分になった出来事でした。だからなんだろうな、混浴ではないから旦那の背中を流すことが私はできない、はい、だけど気持ちだけでも背中を流してあげたいよっていう気持ちの表れなんでしょうね、これはね。簡単に行き来ができるもんなんですね。どうなんでしょうね。まぁ、ちょっとこの表記だと比較的、まぁ、そういったところも緩いんでしょう。男湯と女行き来するためで思われるちっちゃな扉がありましてって。まぁ、その扉が開いていて、だからまぁ、そうか。あ、
相手実際流してたってことなのかこれ。そうっすよね多分。なるほど。じゃあ背中だけこうやってやって流してくれよって。え、家でよくねそれそこそこ、ここでやる必要あるかな、ね、公衆浴場でやることじゃないですよね。でも分かんない、こういうのってすごい亭主関白な旦那とかもいるから、はい、このおばあちゃんの方はなんかね、どっちかっていうとそういうことはしたくないのか分かんないけど、やるんだみたいな感じで、まあ、もしくはそのまあちょっとご年配の方だっていうことでもうご自分で、後ろにこう手が回らなかったり、そうだね、はい、あそうか、そういったいろんな事情あるな、はい、それか本当におしどり夫婦っていうパターンもあるから、まあまあでもその風景が、いつものこと、そしてどっちかというと微笑ましい雰囲気がしたっていうところなんでね。まあそうですね。ああまあまあでも分からない人が見たら何をやってるんだろうなとは思うんですよね。旅行の方だったら、はい、いやーってなっちゃいますよね。なるよね。めちゃめちゃ驚くだろうなとはちょっと思いました。はい、続きまして、はい、何ワンチさん。ありがとうございます。タイトル、どうしても食べさせたい、なんでしょうこれはね。事件ではないんですが、はい、今だったら問題になってるんだろうなという話だと。小学生の頃、私は食べ物の好き嫌いが多くて、まあ、食べるのもね、はい、遅いから給食の時間が苦手だったと、はい、まあ、みんなもう早々に食べ終わって、うん、まあ、校庭に遊びに行っても、はい、休み時間が終わって掃除が始まっても、はい、もう食べられない全部ね、当時嫌いなものがあっても残しちゃダメな時代だったから、うん、辛かった。でそんな子は私の他にも数人いたと思いますと。で小学校3年生ぐらいの頃に、はい、担任が残っている私たちに向かって、はい、廊下の配膳台に移動して食べなさいと。配膳台っていうのは各クラスの食器や給食の鍋などが置かれる台ですね、はい、ここに移動して食べろと指示してきた、はい、掃除のほこり舞う中食べるのも良くないし、まあ、単純に、ね、邪魔だったのもあったんだと思いますと。えってこと思ったんだけど、まあ、公式に掃除をサボれる上、うん、先生の目が届かないのでお互いに食べられるものを交換したりできたから、あ、まあ、ある種ねラッキーぐらいに思っていた。でそんな状況が続いたある日です、はい、次に移動指示された場所は給食室であったと。自分たちの給食のトレイを持って厨房へ行って、はい、その片隅の作業台で食べなさいってことを言われたと。でそれが何回か続いたら、はい、また次場所移動の指示があると、うん、校長室への移動を指示された、校長先生が見守る中応接セットで給食を食べると。こんなことで嫌いな食べ物が食べられたり早く食べられるようになるわけないじゃん、そう思いながら黙々と給食に向き合っていた私たち。で次に指定された場所、うん、うわこれはやだね、校庭の朝礼台です。うわさすがにうろたえました。給食を持って校庭へ移動して朝礼台をテーブルにして食べることになりました、はい、校庭で遊ぶ全生徒からの注目、はい、そして窓から様子を眺めてる子もいる、恥ずかしいと。朝礼台で食べるのはこの一度っきりでしたが、ここまでする先生の意地、そして食べない私たちの意地の張り合いといった感じだった。自分としてはまあ笑えるね面白い思い出話なんですけど、今の教育現場ならありえないんだろうなと思います。確かに、やらされてましたね給食ね、はい、最後まで食べなさいはありましたよね。モーモンさんそれこそ野菜とかそういう時にどうしてたんですか。野菜は僕は机の中に入れてました、ね、もちろんこれは本当によく小学校の時に給食が無理だったんで、はい、やっぱり出るじゃないですか、野菜は絶対一品出るから、はい、ほうれん草のごま汚しが本当に苦手で、もうどうしようってなって食べれないから、はいはい、じゃあもう教科書とかが入ってるこの机の中のなんか隅の方にこうグッて一回押し込んでみたら、なんか別に先生がよく食べたねみたいなこと言うから、なるほどとこれいけるそれからなんか出るだけでこうグッて押し込んで、もうそれこそ味を覚えてしまう、味を覚えてうまいこと言うけどで母親が父母会とかがあった時にやっぱその机を使うわけですよ。でね、我が息子の机の中をきれいにしてるかなと思ってみ、きれいにしてるどこか野菜が出てきたとどういうことなんだこれはって言って、もうカビカビになってんのよ。だそれを持ってきて俺机の、はい、家のちゃぶ台の上にトンと置かれて食べれるこれって言われて、はい、今食べれるこれって言われて、あごめんなさい食べれなかったから入れちゃったって言ったのを覚えてる今でも。いやでもまあ、うん、そういう子供いましたよね。いたでしょ。だってその時代って無理して食べなさいの時代だからね。いやもう本当に
だからうちの学校でもやっぱその掃除時間までやっぱずっと食べてる女の子がいましたし、はい、やっぱどうしてもやっぱ食べるのが遅いっていうので、そうだよね、はい、かわいそうでありましょう。ただ一回だけ例外があったんですよ、うん、うちのその僕、まあ、小学校6年間その給食やってて、うん、でその6年間で一度だけ、あ、二度ありますね、二度先生が残していいって言ったの。あら、そうなんだ。はい。一つが、うん、納豆です。好き嫌い多いものだから。で、やっぱ昔のやっぱ、まあ九州の方だったんで、そんなに食べる人いなかったんで。やっぱそうなんだね、はい。もう開けた瞬間、阿鼻叫喚ですよ。いやだー、うわーって、僕も未だに食べれないですし。なるほどね。もうこれは残していて、もう食べる人はもう食べてもいいけど。はい、食べなくても大丈夫だよと。はい、で、もう一つが、はいはい。アユですね。え？アユがみんな食えなかったんですよ。海の近くだから、うん、あの川魚って食ったことなかったんですよね。で、そのアユ食った時の、うん、そのあのなんていうんですか。ほろ苦い感じ？ほろ苦いっていうよりもその身に宿る物臭さが、うんうん、あのみんな耐えられなくて。そうか。はい、今はあの養殖とかだと逆にきつくなかったんです、うん、あれ多分天然養殖したんですよね、うん、なんか頑張って、いやいいじゃないと思うけどね、はい、で それだから物の匂いがやっぱあるから、うん、物ってそういうことか、はい、だから海水の魚とやっぱ味が違うもんで、海沿いだからみんな食えなくて、それも残していいっていうことで、なんか珍しい、2回だけあったんですよね、はい、まあ確かに川魚ってあの岩肌とかについてる苔とかをね、はいはい、食べるからね、多分それが、体について味がつくっていうことなんだろうけど、もうすごくなんだろうな、味覚に関することっていうのが子供って結構敏感だったりするからね、はい、あ、なるほど。でそれ以来その2つ1回も出てこなかったですもん、うん、よっぽど不評だったな、はい、あ、でも好きな給食嫌いな給食ってみんなあったもんね。ありましたね。だからもう俺とかなんか展示とかさ、例えば今日の、はい、給食はこれですとかって展示ってされてた？ああ、いや、されてなかったです。そのメニュー表みたいなのを、はいはいね、あの1ヶ月それだけでしたね。廊下にね、はい、3時間、まあ4時間目が終わった後に給食なんですけど、はい、3時間目始めあたりでね、はい、廊下のね、各教室の各階、はい、各階ワンフロアに1個、はい、今日こんなメニューですって言って物本が置かれる、だからこの本物が置かれるから、はい、美味しいやつがあるとか、はい、勝手に食うやつがいるんですよで12月24日は俺の通ってた小学校はクリスマスイブだっていうことで、はい、何も骨付きもも肉みたいな、チキンみたいな、そうあれがあるから置かれた数分後ぐらいに各フロアでみんなもう骨だけになっての置いちゃって誰が食ったなみたいな、もうやってることが野良猫と一緒じゃないですかちょっとね、なんかそんなことを給食はね、そんなことが、おー、すごいですよ。これがあるからもう1時間頑張れみたいな、そうそうそう、あの目で見てね、なんかお腹空くようにしてるのか分かんないけど、めっちゃお腹空くな、ありましたねそれはね。では続いて事件いきましょう、はい、女梅さんです。女梅さん。なんだこれ、いいですね。リコーダーっていうタイトルです。もう変態の匂いがちょっとするな、リコーダーだと。小学生の時の頃です、はい。住んでいるところや学校の周り、割と人の目も多くてね、はい、都市部って言われる範囲だった。はい、でも地元が北海道なんです。ああ、なるほど。で、なんかね、もうこう、みんな仲良しだから、うん、近隣の人も含めて、はい、なんかね、悪い人はいないみたいな風潮もあった。なるほど。だから下校時も今と決まったような通学路を外れて遊んだりね、暗くなるまで遊んだりすることも少なくなかった、はい、当時私は翌日のリコーダーのテストがあって、はい、あね、女梅さんリコーダーが極端に苦手だったそうなんですね。学校帰り友人とリコーダーの練習しようねって約束をしていた、はい、でその時にね、買い食い禁止みたいなルールもなくて、うん、約束していた友人と一緒にアイスのダブルソーダを半分こして食べながら、はい、ああいいですね、音楽の教科書を眺めながら歩いてた、はい、外の近くの公園だと音が響く、はい、学校だとなんだかリコーダー吹くのも恥ずかしい、はい、近くのバスセンターにある地下のバス乗り場もあったんで、まあ涼しいからそこでリコーダーの練習場として使っていた、うん、そんな時です、はい、20代から30代ぐらいのひょろっとした長身の肌の白い男の人が声かけてきた。小学生の自分でも警戒心みたいなものも抱かないビジュアルだった。何してるのって聞かれたか素直に、
リコーダーの練習だよって答えた。うん、まあそういうことは今までも他の人に聞かれたこともあったから、まあ普通にね、笛吹くの練習してるって言ってた。そしたら大体の人は頑張ってねと応援してくれる人も多かったんで、まあ決まり文句みたいな感じでリコーダーの練習だよって普通に答えていた。でもその男の人は違うと。そうなんだーって言って、ニヤニヤしてるんだって、リコーダーの練習見ながら。その時に私は不穏な感じがして、もう帰るのでって言って、立ち去ろうとした。そしたら男の人は、僕のリコーダーを吹いてくれないと、もう生っ白い何を出してきたと。それは、はい、北海道で立派なね、何を言ってるんですか、北海道で立派なネギみたいに生白すぎるものであったと。練習の場所には、地理感もあり、逃げ道も分かっていたんでバスセンターの地上に上がって近くの交番に駆け込んだと。犯人は捕まっていませんが、どんなに人の目や安全性があっても良くない奴は湧くよという注意喚起をしたかったところです。良くないですね。良くないですね。で、ひねりもなくて。そうですね。もう、下等生物ですね、こいつは。下等生物ですよ、本当に。本当によ。僕のリコーダーも吹いてくれないわ。きついなぁ、これは。で、何をやってるんだろう、こういう人っていうのは仕事ないのかな。そうですよね。だから、昼頃にうろちょろしてるやつって、やっぱ不審がられるってこういうことですよね。まあそうだよね、はい。だから仕事でね、まあその仕事で職業規制をするわけじゃないけどさ、なんか、だから多分こいつか、俺いつもね、こういうことを言うために話すけど、はいはい、そういうことをするために休みにしてる日なのか。ああ、なるほど。たまたま、そうじゃないけど、買い物かなんか出かけた途中に魔が差したっていう、この二つのパターン、どっちなんだろうなって思うんだよね。いや、有給取って狙いつけてるやつも最悪ですね。そうやってる間にも、だって、給金発生してるわけでしょ。腹立つ。ガツくな。僕もリコーダーとか言ってる間にも、なんか会社は金を払わなきゃいけなかったもん。こんなつまんないこと言ってるやつ。そうもねえな、本当に。皆さん本当ね、はい、安全な場所でも何かがあるかもしれないので気をつけましょう。はい。お願いします。はい、続きまして。はい。あの頃は若かったおばさんですね。当たり前のこと言ってるんですけど、なんか深そうな感じがしてきますね、これはね。タイトル、すごいですね。クソな親父たちって書いてありますわ。25年ほど前のお話、はい、お台場でアルバイトしていた。で、その帰りの電車での出来事ですと。バイト先の女の子と男子と私の3人、まあ、言っていいんでしょうね。武蔵野線の終電に乗っていた。うろ覚えですが、確か舞浜駅の手前でちょっと離れたところにいたおじさんがね、急にバターンって倒れたそうなんですよ。で、盛大にもう吐血してると。びっくりするよね。近くにいたおじさんサラリーマンたちは何人も、迷惑そうに足毛にするように嫌な顔して、ああもう避けるように離れていっちゃったんだって。で、周りの全員無視だと。はあ、私たちは、って顔を見合わせて吐血したおじさんのところに行ったと。はい、おじさんは電車を汚してしまったと思ったのか動揺しながら、ハイたちをね、ああなんか自分でこうやってかき集めていたんだって、綺麗にしようと思ってたのかな。そんなことより大丈夫なのか、次で降りましょうって話をしました。本人は大丈夫です。いや、大丈夫ですと。まだ床を拭こうとしていると。私たちと他に二人の若い男性が一緒におじさんの手助けをしながら電車を降りて救急車呼んだと。おじさんはあんなに大量の血を吐いたのにみんなに俺を言いながら気を使っているような方でした。で、やっと救急車来て担架を持った親父が三人到着したと。うん、で、顔色の悪い、具合が悪そうな血のついたおじさんへ、その三人が放った言葉。うん、担架で階段は大変なので歩けますよね。うわ、ひどいね。もうでね、うん、ちょっとひどくないですかって言って、まあ、ちょっと少しね、かなり言ったそうなんですけど、まあ、言い合った結果、一緒に降りてくれた若い男性2人が呆れて、じゃあ、俺たちが運びますって言うと、うん、運んでくれたと、それならいいですよねって、大丈夫歩くよ、おじさんはね、大丈夫歩くよって言うんだけど、そういうおじさんを担架に乗せて、私たちに俺たちがちゃんと運ぶから大丈夫だよと、おじさんを乗せ、階段降りていきましたと、今でもあの若い2人が素敵すぎたことを思い出しますと。そしておじさんは元気になったかなと、世の中の親父とマジで終わってると思った。親父嫌いに拍車がかかった事件でした。今も私も立派なおばさんですが、今でもおじさんがとても嫌いですということです。まあまあ、救急隊なんでしょうかね。駆けつけた方っていうのが、まあ、まあその
ね、人運ぶのに階段危ないの分かりますけど。まあまあ、転んでしまうとね、っていうところはあるんですけど。二次災害も起こるんで。でも言い方とかもありますよね。単価で階段は大変なのでっていう、そういう大変とかいう言葉を使うのは、うん、多分良くないですよね。おじさんの容体の方が大変なんだからっていうところでしょうね。歩けますよねって言われたら、多分ね、性格的に日本人の傾向だと、じゃあ頑張りますとか歩けますって言ってしまう人が多そうだから、なんかもうちょっと物言いっていうのは絶対あっただろうなって、ね。そうですね。いやー、でも、吐血。いや、よっぽどでしょうね。よっぽどですよね。まあまあ、体に持病があった方なのかもしれないんですけど、また、それがね、なんか自分が本当にしんどそうなのに、なんか、昔に生まれた方って、はい、周りとか人に迷惑をかけたくないって思う性格の方、とても多いと思うんですけど、はい、なんか自分のことよりも今こうやってなってしまったこと、電車を汚してしまったことっていうのを何とかしようとして、こうね、なんかこう拭こうとするっていうところとかが、ね。でもそうしたらもう多分もう血だらけになってるのに、それを見て、そう言い放てるってよっぽどですね。で、今だったらね、今これ投稿くださったのが、はい、あの頃若かったおばさんですけど、うん、はい、その前にそのおじさんを見かけた周りの人っていうのは全無視だったってわけですよね。うん、全然助けてくんなくて、まあ若い二人っていうのが、まあ唯一っていうところだったんでしょうけど、うん、なんだろう、25年前でもこんなに人情が薄い。まあそうですね。まあでも、まあ25年前多分ちょうど東京砂漠って言われてた。ああ、99年。まあそうか。まああとね、終電っていうとこもあるのかな。これ逃しちゃうと降りてしまったりとかなんかしてると帰れなくなるとかいろいろあったのかもしれないけどね。あ、まあでも、そこはやっぱり。人だからね、とは思いました。はい。はい、じゃあ続きまして。くまにゃん。体験談、はい、タイトルは家電ってなってますね。20代前半の時のお話、はい、夕方ですね、あ、これ家電じゃなかった、家電っていうことか。家電、あ、家電が鳴りました。家の電話ってことですね。なるほど、はいはい、家電って読んじゃった。夕方家電が鳴ったと、はい、お母さんが出たそうなんですけど、うん、まあ、私に電話っていうことで変わった、はい、そしてもしもしってクマニャンが言ったら、はい、まあ、相手無言だそうなんですよ、うん、あれなんだろうと思って、もう一度、もしもしって言ったら、うん、下着の色何色って聞いてきた。うわ、やばいやつだと思いすぐ切ったんですけど、冷静に考えてみると、初めお母さんが取って私に変わるっていうことは、うん、名前を知ってたってことなんです。なるほど。めちゃくちゃ怖いなと思って数日が経った。はい、また家電が鳴って、はい、その時はクマニャンさんが取ったそうなんですけど、はい、もしもしって言ってみたら、下着の色何色って、またその時も聞いてきた、すぐにこの前のやつだと思ったんですぐに切ったと。それからその電話がかかってこなかったんですが、ネットもそんなに普及もしていないのにもかかわらず、どうやって電話番号や名前を知ったのかと。プチ怖い経験でした。怖っ。やだな、これ。いや、まあでも、まあでも昔って、普通にやっぱ連絡網とかありましたよね。連絡網はありましたね。で、うん、変わったってことは何々さんいますかって言って変わってもらって、うん、下着の色何色って聞くわけですからね。そうだから、まあまあ確かにね、学校とかそういったところでも、うん、卒業アルバムの後ろに中学校ぐらいまでは連絡は載ってましたね。今思うとね。そうですよね。住所と、はい、電話番号、電話番号が今考えると載っていたなっていう気がします。はい、だからそれ使ってたか、俺好きな子に電話かけたりとかしたからね。なんか告白とかするときとか。だからそう考えてみると、20代前半の時だから、クマニャンが何歳、今何歳だかわからないから、はい、ちょっと何年前っていうのがわかんないですけど、このもしもしっていう言葉とか、下着の色何色っていう声に聞き覚えはなかったんでしょうかね、うん、クマニャンはね。ああ、自分のが全く知らない人が自分の名前を知っていて、うん、まあそういう変質的電話をかけてくるっていうのは。いや、でも、このステレオタイプのこの変態のセリフじゃないですか。はいはい、まあ確かにね、はい。
定型文だったら一番目に出てくる変態ゼリー、はい、そうですよね、下着の色何色、はい、もうコントぐらいでしか言ったことないじゃないですか。そんなもん、いやだから思うのが、いや知りたい、はい、でってなりますよね。いやいや本当でだもんね、うん、うんうん、いや、うん、白って言われて、いやおいおいおい、はい、黒ピーインランとか言うだからまあこの変態の一番いい欲してる回答っていうのは何だろうかっていうのをね、推測するのも非常に難しいところなんですけど、いや何なんでしょうね、もう本当になんかそういうやっぱ慌てふためいたりとかっていう反応の方がメインなのか。なるほど。ちょっと困ったりとか、絵、はい、見たくちょっと戸惑ってたりするのがいいんだろうね。言うやつっている、いるんですかね、それ答えちゃう人って。いや、だからこれも本当に一番の対処法みたいのは、うん、もう頸髄反射みたいな感じで、はい、即答えて切る。あ、なるほど。下着の色何色、赤ガチャッともう答えだしちゃんとで、いいんで、はい、いいんですよってことじゃないけど、わかんないけど、あ、種類がね、はい、斬新でしたねみたいな。ではもう1話ほどいきましょう、はい、お願いします。まこきちさんです。あ、します、タイトル悲惨な交通事故というタイトルですね。バーによく来てくださったんですよ、まこきちさんはね。で、事件とかではないんですが、はい、自分が、10歳ぐらいの頃、今から45、6年前に遭遇した交通事故についてお話したいと思うと。で、まあ今でもね、すごく鮮明に思い出せることだそうです。その日は日曜日だったと。福島県は松島に住んでいるおばの家に、両親と自分、弟の4人で行くことになっていたから、朝に家を出発して国道を仙台方面に向かって走っていると長い渋滞に遭遇したと。国道といっても片側一車線の狭い道路ですので、車が数珠つなぎ状態になっちゃった。ノロノロ進んでいったらね、お父さんが、ああ事故だなって一言つぶやいた。外を見ていると道路脇には上から押しつぶされた軽自動車が見えた。お母さん悲鳴を上げて、自分と弟は言葉も出ない。反対側には大型トラックが止まっていて、そのトラックのフロントに接触したような跡があると。ようやく事故現場から、抜け流れるようになると、反対車線から来たトラックに潰されたんだな、乗っていた人はおそらく助からなかっただろうと父が言っていました。その後おばの家に到着して夕方まで過ごして帰宅したと。途中近所でお通夜をしている家がありましたと。で、次の日の朝刊の県内版に事故のことが載っていたそうですね。詳細は姉と姉の彼氏、妹の3人で、ある乗馬クラブに乗馬に行く途中、反対車線からはみ出した大型トラックが3人の乗っていた軽自動車に乗り上げて潰されたために全員即死、魂ですね。原因がね、トラックの運転手の居眠りだったと。で、亡くなった姉妹は前日近所でお通夜をしていた家の姉妹だったそうです。まさか近所の人が交通事故で犠牲になるなんて、子供ながら衝撃を受けましたと。車の運転はいくらこちらが気をつけてももらい事故ということもあり、防止が難しいところもありますが、自分が加害者にならないように気をつけたいですね、というところですね。うん、あんまり僕もね、はっきりとそういう事故現場っていうのは見たことはないんですけれども、はい、やっぱ子供心に見るとかなりの衝撃というか、トラウマっていう言葉はあれかもしれないけどな、ね、うん、脳裏に焼き付いてしまうんだろうなということはちょっと思いますね。まあでも最近はもう、うん、歩行者でも事故に遭う可能性が、はい、あるんで、まあもう特定をした言葉言うとあれでなんで言うんですけど、うん、まあ今原動機付きでも歩道走ってるじゃないですか、はい、そうですね。あれ違反なのを、はい、多分分かってないんですよね。そうなんでしょうね。でもあれってもう結構な歩行者にしたら結構なそこそこのスピードで、怖いですよ、はい、すごくね本当に。この間だってそこのオリナスの、はいはい、うん、あそこの前ってこう人が歩いてる、めちゃめちゃ歩いてるじゃないですか、うんうん、あそこにビューンって突っ込んできて、え、これいつマジかなっていうえ、冗談だろうって思うぐらい突っ込んできたんで、まあ若い女の子なんで多分ルールとか分かってないんですよね。そうだろうね。でもそれはもう乗れちゃうもんだから、
いいんでしょうみたいなところもあるんだろうけど、だからそんなね、いろいろ交通ルールとかなんかね、今までとかなりちょっとなんか、こんなもの走ってなかったようなものが走ってたりする時代になったから、リアルに危ないなと。で、歩いてる方もそうだし、まあ、運転してたりしても、なんかそういった存在っていうのはちょっと危なかしいなと思うんじゃないかなと。で、本人たちはまあ、気軽でいいやみたいなところなんだろうけどね、いずれなんかちょっと、もうちょっと先に行ったら規制というか問題が起きそうな気がしますよね。あの自転車も今あの電動になってるじゃないですか。なってますね。で、いやダメなんですけど、結構逆走の自転車って多くて、はい、で今あの電動で逆走しているやつがもう怖くて、うん、もう結構まあスピード出るからね。え、嘘って、うん、で後ろになんか子供とか乗せてたりもするから、え、マジでどうすんのそれっていう、怪我とかね、転んだ時の場合とかを考え、いや転ぶわけはないみたいなところで考えてるんだろうけどね、何か事故があってからじゃおかしいね、車道に出たら左だよっていうね、そこは基本線で絶対みんな守って、移動などしてもらいたいというところでございます、はい、というわけで様々な事件ご紹介しました、はい、みんなの街の投稿事件簿以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。では続いての次の投稿会談です。これ怖いよね。めっちゃ怖いじゃん。いいですね。面白いな、やっぱ面白いな。良きですね。マジ不思議プレゼンツ、怪談に夢を、その手で掴み取れ。いや、新しい企画思いついちゃったんですよね。怪奇宴を復活させようと思ってたんですよ。ただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて、圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね。怪談によって人生が180度変わる、なんかこの奇跡に近いこの体験をですね、皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってます。この大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話きっと出てくると思うんで、それにすごく僕は期待しています。投稿怪談で人生を変えろ、賞金総額186万円。詳しくは URL から。一番怖かった。マジで。あれやばいよね。やばい。